大道寺は山口県山口市金子祖町に存在したと推定される寺である。巣尾の戦国大名大内義隆が廃寺となっていた大道寺をフランシスコザビエルに与えたことによりキリスト教布教の拠点となった。その後、建て直しが行われ、これが日本最初のキリスト教教会となった。日本で初めてのクリスマス行事もここで行われた。 南蛮寺の一つ。1551年4月、京都の後輩に失望したフランシスコ・ザビエルが、山口を訪れ大内義隆に拝越を行い、キリスト教不教の許可と居住用の廃除を得た。同年9月、ザビエルは山口を去ったが、直後に、大明寺の変が起こり義隆は、当春方に診察される。春方は、九州の大友義重の弟、 議長を迎えて大内氏の後継とした。議長とザビエルは面識があり、キリスト教への理解があった。ザビエルの公認のコスメでトーレスは1552年に議長に拝謁し、今日、大道寺創建再居城と呼ばれるキリスト教布教と布教書の建設を許可する再居城を与えられた。大道寺の改築は1555年に完了し、 宣教師たちの住居権不況の拠点となった。1556年、大内氏の活進、杉氏と内藤氏の構想により生じた火災によって、大道寺も消失した。1557年には、大内氏が滅亡し、トーレスもこの地を去ったことにより、教会としての活動は終わりを迎えた。キリスト教近況の時代を経て、大道寺の位置はわからなくなっていたが、 幕末に来日したビリヨン神父の尽力により、跡地が推定された。大道寺の跡地近くには、聖サビエル記念公園が作られ、記念碑が建てられている。大道寺の実際の位置は未だに疑問が多く、最初に、ザビエルが受領した廃寺の名が大道寺だったのか、トーレスが建て替えた寺に大道寺と名付けたのかも、不確定である。推定の際の根拠の一つとなった。 山口小津の記載にも疑問の声があり、1998年に行われた発掘調査でも場所を特定するには至らなかった。総合的に見て公園の敷地外である可能性が高いと言われている。ありがとうございます。